かやばそうな技あるんだよな、一個。長くね？いや、強そう。長くね？なんやねん、この技。見るか、みんなで。みんなで見ますか？テリー参入動画。結構思ってる以上にかっこいい。正直、コラボキャラどうなんだろうっていう気持ちでいたんだけど、割といいなっていう。かっこいいよな。普通にかっこいいよな。This is gonna be fun. I'm still on a journey. Come get some. Traveling to new places, experiencing new things, meeting new faces, having good fights. Fight, drink, eat, sleep, repeat. マジかっこいい。It's a good life. テキサス。I'll pick up the check.コラボキャラ、いやかっこいい、普通に。いやだし結構いろいろとリーチ長そうだよな、テリー。あとこの波動の遅さがね、とても良さそう。対空も真上落ちそうで、すごく良さそう。いや、かっこいい。普通に SA 周りがすげえかっこいいな。そう、スマブラにいたやつ。 KOF のキャラ、これなんだろうね。スウェーみたいな技持ってない？強すぎる。かっこよすぎる。これステイツーだろうな。いや、しかも箱めっちゃ運ぶんよな。かっけー。なんかやばそうな技あるんだよな、一個。これサッポ持ち？こいつ。この入れ替えどうなんだろうね。強いかな、強いんかな。この技なんだ、なんだこの技。リーチ結構長そうだぞ。長くね？はあ、これ大パンかな。まあまあな長さしてるね。でさ、2チューピーも持ってんだよね。これ絶対判定強いでしょ、この感じ。スト6でこういう風な2チューピー振る技って、俺、全部強いと思ってるからさ、これ絶対判定強いよな、この2チューピー。で、タゲコンからキャンセルいけて、SA1。通常技が見たい。多段ヒット、いや強そう。これも強そう。シミーでバカ痛そう。これね。まあ中足の当たり判定が前にあるとはいえ、で通常技対空も強そう。で投げは恥だったら柔道できそう。これ強くね？スラで避けれないよね、これ絶対。だるそう。
コアコパから対空剣の大 P に勝ってる。空中無敵ついてるね。まあでもこれダウン、これコンボかな、これコンボかな、タックルからコンボつなぐんかな。でフェイクの弾、こいつ大 P 空中大 P もなんか判定強そうじゃね。なんか判定強そうじゃね。なんかめっちゃ潰しそうな顔してんだけど。ふわー、これなんか振ってる、ルーク側中足振って、うーふわー、まあ差し返しのパニッカンっぽいな。あーちょっと待って、やばすぎ。なんやねんこの技。出た、この技スマブラでめっちゃ使ってた俺。日中 P 強そうだな。多分日中 P めっちゃ強そうやな。中足タゲコンからコンボいけんのもなんか強そう。いやこれ運んでんな。これだいぶ運んでんな。壁まではいけなさそうだけど、いやタックル締めとかしたらめっちゃいきそうだけどな、この後とか。ね、波動がコンボパーツ、端とかだとコンボパーツになってるよな。どうだろう、なんかシンプルに強そう、いいね。なんか難しくなさそう、難しくないのが良さそうだわ。さすがに使うかな、一旦さすがに使ってみて良さそうだったらやりたいね。まあどうなるか楽しみ。まあでも火力高そう。しかもなんかさ、パンチでさ前にグンっていくやつあるじゃん。なんかコンボの中にあれ埋め込んだらめちゃめちゃ稼げそうじゃない。ライオン